はい、ここから私の近況トーク的な時間ですけれども、その近況トークといってもですね、もう、踊り楽しんでいるところなんですね。今のはちょっと使ってほしいから、ピー入れて。何かいけないことを言ったんだなっていうのをみんなが察してくれてる。なんかダメだわ。ついつい言いたくなっちゃうんだもの。バカバカ。みんなじゃあ予想してくださいね。私が何言ってたか。踊り楽しんでるとこなんですけれどもね。だからなんか特別話すこともないです。でもね、最近、いっぱい踊るからね、銭湯によく行きますわ、私一人で。もう、一人で。銭湯行ってたら、なんかさ、楽しそうな女の子、若い女の子が今銭湯多いっぽくて、すごいもう楽しそうなさ、なんか、話してんのよ、クラスの男子の話とか。もうそれはずっともう、頭洗いながら、盗み聞きしてる。へえーと思いながら。たまにその舞台とかやってらっしゃるっぽい方々とかもいるのよ。なんか多分近くにその稽古場があって、そのままリハして、また稽古場行ってって感じだと思うんだけど、その人たちの会話とか聞いてもさ、いや、あの役は絶対にあんたがするべきだったみたいなとか聞いてると、すごいなんか熱いなと思うとね、込み上げてくるものがあるね。なんか、こう人間模様がね、見えて面白いなと思ってますけど。それ以外、お仕事だと、そうですね、今日ね、このスタジオ来るまでにね、たまたまスミペちゃんに会ったのよ。あれ以来かな？多分、イベント以来、オールスター以来なんですけど、そう、たまたま会って、マスクしてたの。で、エレベーターの中で会って、つったら、ってされたから、どうしよう、私、もうドワンと思われたかなと思って、シカコです、つったら、ってなったから、多分私のこと忘れちゃったのかもしれない。もしかしたらね、とは言ってくれて、もう目だけだとわかりませんでしたって言われたけど、多分ね、覚えてなかったんだと思う。多分ね、そうなの。だから、ごめんね、驚かしちゃって、つって。久保です、シカコです、久保です、つって。つって、もう、でもお互い話すことがなくて。で、その、チンってなった時に、CM 聞きましたよ！つって、スイッピーちゃんの番組のね、CM やらせてもらったんですけど、それ、聞きましたよって言われて、ありがとう。ね、すごい巻き巻きで、尺があんまりなくて、っていう話だけして、二人で、じゃあつって終わっちゃった。そんなすぐに人は変わんないよ！はい。そんな感じですかね。そんなわけで、すみれさんをお酒に誘うシカちゃんは大人っぽい色気がありましたね。そう？ CM を聞いたすみれさんもやぶさかではないみたいでしたが、連絡先知らないからなぁと嘆いてらっしゃいました。いつかシカ、すみれさんの差し飲みが実現するといいですね。過去遠い夢。そうそう。もうでも、とてもじゃないけど連絡先を聞いてくれる雰囲気でもなかったよ、さっき。私も聞く感じでもなかったし。いや、聞きたい気持ちはある。ちょっと連絡取りたい。もうその LINE とかじゃなくて、メールしたい。いいよね。それはちょっと。そうなんだよ。連絡先知らないんだよね。つっても私多分、エディゴーのメンバーで知ってんの、ミカコシぐらいかな。聞いてもらえないんじゃなくて、聞かないんでもなくて、こう、なんか、失礼かなと思って、有名な方々だから皆さん。そう、私から聞くのは。スミーペお酒大好き。そうなの？そんなこと一言も言ってくれなかったって、そんな会話しなかったから。 そうなんだ。じゃあ、ちょっと、いいな、焼酎とか、今ちょっと焼酎ブーム来てんな。ぽいわー！ぽいわー！私でもワインすごい、もうやばいよ。ワイン飲んだら即もう。もうこんなの、屍になっちゃう。ワイン弱いのよ。でもスパークリング大好きだから。じゃあみんなで行こう。二人きりだとやっぱ、粗相しちゃうかもしんないから。私が。そうだね。ちょっとみんなで行きたいと思います。頑張ります。